始まりました。フルファミチャンネル、こんばんは、あやです。今日は今が旬のメローゴールドについて紹介していきたいと思います。フルファミチャンネルでは果物で家庭に笑顔と感動をお届けするためにフルーツの美味しい楽しい情報をお届けしています。チャンネル登録がまだの方はぜひフルファミファミリーになってくださいね。皆さん、メロゴールドという果物はご存知でしょうか？私はここ2、3年ぐらいで知ったねんけど、食べたらほんまに多分虜になる。みんなそれを紹介していきます。はい、メロゴールドとはグレープフルーツとブンタンとホワイトグレープフルーツの掛け合わせでできた果物になります。3つが掛け合わさってます。メロゴールドは主にアメリカのカリフォルニア原産で、日本に来たのは2000年頃と言われています。だから多分果物の中では結構ニューフェイスなんですよ。今2022年前って聞いたら、あ、なんか結構、昔からあんねやと思うと思うけど、それ以外のフルーツがもうもっと大御所すぎて、メロゴールドさんは結構ニューフェイスな感じになるんですけど、先ほどグレープフルーツやブンタンの掛け合わせでできたと言いましたが、見た目とは裏腹で酸味がすごく少なくてすごく甘いです。そうだから柑橘類の中で、しかもこの色、この見た目で、え、こんな感じなんやって、私はめっちゃ好き。もう一発目食べた時からやっばってなって、友達とかにも分け与えたぐらいマジで美味しいです。ほんまに見た目で判断せんといてって感じ。そうなので、甘酸っぱそうと思ってる方は全然そんなことがない、ほんまにそんなことがないで食べてみてください。メロゴールドの旬の時期は1月から2月、ちょうど今の季節が食べ頃になります。そうです。じゃあ私も今日帰り買って帰ろうってなりましたね。今これ見て、果物屋さんや青果店など場所によりますが、スーパーとかにも置いてますけど、多分あんまり知らんから、多分みんな注目してないだけかもしれんけど、隅っこにおるかもしらん。だからちょっと注目してみてくださいね。そんな今が旬のメロゴールドの美味しい見分け方の3つのポイントについて紹介していきたいと思います。まず1個目、手に持った時にハリとツヤがあるものを選ぶ。これはまあラップされてるけど、まあ持った時にちょっとこう重みやったり、こう見たらさ、ピカピカやなってわかるから、うちのはこのラップされてるけど、直接触れるなら結構ツヤツヤしてるんで触ってみてください。で、ずっしりと重みの感じるものを選びましょう。これも多分どれが重みってなるかもしれない。多分持ったらわかる、こう、お、結構いい感じってなるから。で、全体的に黄色く色づいたものを選びましょう。なので、まあこれはもうちょっと黄色くなってもいいかなって感じ。あともうちょっとやね。真っ青は全然多分実がまだ熟してないから、もうちょっと待たなあかん、1週間とか待たなあかんかもしれんけど、まあもうちょっとって感じ。これでもうちょっとって感じですかね。はい、この3つのポイントを押さえれば美味しいメロゴールドが選べます。では最後にメロゴールドを実際に切って、中身の味を感想でお伝えします。はい、では実際に今からこのメロゴールドを切って食べていきたいと思います。で、この切り方は過去の動画で、この包丁全然切れんなやってるから、皆さん過去のメロゴールドの切り方をちょっと詳しく見てください。今はちょっとサクサクっとやっちゃいますね。そう、こんな感じでめちゃめちゃ分厚いから、まあマジで見た目はグレープフルーツやね。ここまではマジでグレープフルーツ。食べたらそれがもうってなるから、マジで。そう、さっきもこのカメラマンさんと、これ食べたことありますかっていう話をしてたんですけど、ここで初めて私もカメラマンさんも食べたっていう話をしてんけど、じゃじゃーん。はい、まだグレープフルーツですね、皆さん。見た目はね、てかもうみんな見てるだけやからグレープフルーツにしか見えへんかもしれんけど、メロゴールドで、そう、ほんで食べたことありますかって話をして、ここで初めて食べてほんまに感動しましたよねっていうのを口揃えて今さ聞いてたんですけど、この剥いてるまではマジでグレープフルーツ、まあグレープフルーツやんなみたいな。匂いも結構酸っぱい感じやからさ。そして見て、こういう感じでプリーンって剥けんねん。いただきます。うん、最高。なんて言ったらいいのな、ほんまに口に入れる瞬間までグレープフルーツ3回噛んで、ほんなら変わるから。めっちゃグレープフルーツは食べてから、口になくなってからもちょっと口の中に残るちょっと苦さがあるイメージなんですよね、グレープフルーツをこのまま食べたら。これはないねん、それがスカッて終わる、爽やかなまま終わるんですよ。めちゃめちゃ綺麗に剥けました。ほんまにしないとは食べてください。うん、いつ終わるっていうぐらいずっと食べれるで、ほんまに。けどやめときますね、これで。それでは今回の動画は以上になります。フルーツファミリーは大阪此花区千鳥橋駅から
徒歩3分、ほんまに駅からもう見えるぐらいの場所にあります。お近くの方はぜひ来てください。遠方でお店に来られないという方もご安心ください。厳選した新鮮なフルーツを概要リンクから注文できます。ぜひ一度お試しください。ではフルファミファミリーの皆さん、まったねー。